対売れないって言われたからね。今日は伊豆越え浜崎さんが25周年なんですよ。あだから25年前の今日にデビューしてるんですね。その日ですね。だから25周年記念のライブは今日だけなんですよ、はい、会長にとってもこの日は感慨深い日っていう。4月8日っていうと思い出すよね。なんでこの日だったかってあるんですか。いやないよ特に。水曜日なんだよその当時 CD の発売日。はい、それに水曜日が4月8日だったんだろう。あそういうことか、うん、でも25年前の今日を思い出すってデビューしたい日やもう分かんないね。ちょっと分かんないですね。 CD は初登場でオリコン20位だったからデビューとしてはそんなに悪くないかな、2曲目も20位だったけど、はい、3曲目ぐらいから上がるんだよ。めっちゃ力入れてたからね。今じゃできないよそんな記録がないよ。もう誰か売るのに一生懸命になるっていう、はい、25年続くっていうのはどうですか。想像してたんですか。いやしてないよ、売れるかは、裏代とも本当に会社まずいって。なんでかっていうと1998年の10月に上場してんの、はい、だから1998年の4月の売り上げから3月って上場してすぐ出る決算の売り上げに直結してくるし、小室さんと喧嘩状態だったから、はい、もうこれ売らないとやばくねっていう状況の中で、まあ、ELT がバカ売りしてたんだけどねその時、はい、とんでもなく売れてたから、まあ割とそうだ ELT やってやっと売れた次はうわこれは難しそうだなっていう感じ。へえ。グループは比較的売りやすいけどソロはね、ソロかよっていう顔がね、はい、先行っちゃうとアイドル見たくなっちゃうんで、最初のジャケットって顔隠してんだよこうやって、なんかまああのテープみたいな、はい、ジャケットがね顔がところどころ隠れてる。みんな知らないと思うけど、はい、そうなんだ。それはアイドルに見せないダメってことか。顔だけ見ちゃうとちょっとアイドルっぽく言っちゃう可能性があったんで。アーティストのふりしたアイドルだけどね。反対がモロアイドルでモーニング、はい、モームスがいたからさ、だから、売れないきゃ絶対ダメみたいな。今当時 ELT 売れないきゃ会社辞めるって言ってたし、で俺も売れないきゃ辞める、まあそう言って自分に言ってただけだけど周りにも言ってたけどさ、だからめちゃくちゃだったよ。ラジオで回ってないけど怒鳴り込み行くし宣伝まで、おいおいみんなこうその時のイメージでクソ怖いんじゃない。あ、え会長が怒鳴り込み行くんですか。怒鳴り込みですよ全部会議に、宣伝会議やってって何十人もいるところで髪投げつけて怒るとか、まあ当時パワハラなんてこともなかったんでやりたい放題ですへえ今だったら確実にアウトですね。でその何としても売らなきゃいけないって時にこの戦略発明だったなとかってありますか自分の中で。まあ、今は別にさ珍しくも何でもないけど、はい、デビューして4月8日から2ヶ月おきに全部シングルを出したね。4、6、8、10、12 で、1月にアルバムでもう100万枚だから、でもそれはあの今だったら珍しくないと思う。毎月出すとかもあるしさ、はい、3枚同時に出すとかさ、はい、あの時の全ての最初の頃のシングルとか全部仕掛けがありますよ。ボーカーフェイスって最初の曲はダントダン TV のエンディングだ。そっから俺はタイアップでずっと覚えてるからタイアップで覚えるタイアップ取るのが仕事みたいなとこあったからさ、いや絶対売れないって言われたからね、散々言われたからね周り全部に。友達のフジテレビのやつにまで言われてさ、はい、殴っちゃったもん時代ですね、そいつは後々ヘイヘイヘイのプロデューサーなんだよ。へー、その頃はねまだね制作に行ったぐらいの時でちょっと偉くなってさ、はい、ヘイヘイのプロデューサーなんだけど、はい、2人目お前を売れねって言ったやつがいるぞっつって
仲良しなんだけどね。ああすごい、その仲良しじゃなきゃなくないでしょ。そうですね、タイアップが決まんないってさ、六本木のあのキャバクラかなんかでさ、はい、どねっちらしてタイアップ担当やった高木だけど高木さんなんですか。当時やね。あ、そういう歴史があるんだ。そうで、あいつがタイアップってさ、普通そんなもんなかったんですよ。はい、心がしたり作ってタイアップしかやらない部署を作って、はい、高木がトップだった。ここはどこですか。あ、今度ここは何があります。来たよ、ほら、おはよう、おはよう、おはよう、よーさい。あゆみ花咲トラベルフェスツアニバーサリーライブ、夢の世界へようこそ。Thank you.
私は本当にあのいろんなとこで言い続けてきましたけれども、今日はあの浜崎あゆみの私へのお祝いという日ではなくて、やっぱりこの25年間いろんなことがありながらもずっと諦めずに TA として居続けてくれたみんなに心からおめでとうを言いたくて、本当に TA25 周年おめでとご飯いかがでしたか、ライブは。うん、よかったね。おお、どういうところが。いや、もうあのいきなりオープニングから上がったよね。で、回復しなかったね。これじゃずっと見てましたね、うん、あんまりずっと見ない。携帯いじり出すんだけど、そんななかったね。うん、初めてちゃんとずっと入れたライブでした。普通さ、何公演もやってさ、出来上がっていくんだけど、一発で終わりでしょ、うん、それにしたら良かったね。あ、だってさ、最初何十回もやって47公演だったら慣れてるからさ、はい、でも今日一発でだけでしょ、はい、それにしたら良かったと思うね。うん、そして最後に特大発表ありましたね、47都道府県。うん、あれは47都道府県でやるんですか。はい、全部回るでしょ。あゆさん本当元気ですね。会長ちょっと言ってた、あのなんかあゆさんが今ざわざわ来てるような気がするっていうのは、うん、あれなんでなんですか。古市さんもなんかちょっと感じてましたね。露出してるからだ今、はい、で露出がなかったから全然テレビも新曲出さないが出てなかったし、テレビ歌番組以外に出ることってほとんどなかったけど出たでしょ、うん、昔は絶対出なかった。うーん、ちょこちょこ出てるから、なんかもうちょっともう一回来そうな気がする。おー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 、それちょっと嬉しいですね、うん、何かがあればということで。じゃあ会長最後、あのなんか愛のファンの皆さんになんかいいメッセージがあればなんかもしかしたら見てる方もいると思うので。うわー照れくさいね、こういうの苦手だねやりがたいじゃん、だってね。はい、だって25年間だったらもうお母さんと娘みたいな人だよ。うん、チームアイテムって言えよ。はい、いや、ありがとうございます。はい、じゃあありがとうございました。